グランサン・ベルナール峠は、スイスとイタリアとの国境にある、アルプス山脈の峠である。モンブランの東に位置する、この峠道は、古来アルプス越えの交通路として知られ、セントバーナード県のゆかりの地でもある。1964年には中腹を貫いて、グランサン・ベルナールトンネルが開通した。交通の動脈としての地位をトンネルに譲った旧道は、 観光地となっている。日本語文献では、第三ベルナール峠と記されたり、イタリア語名称から、グランサンベルナルド峠と記されたりすることもある。名称は旅行者の救難に尽力して、後に劣勢されたベルナールドマントンに由来する。モンブランの南側で、フランス方面に超えるプチサンベルナール峠とは、第の名称になっている。 峠のイタリア側モンブランの東側約1 5トルの地点でスイスイタリア国境のアルプスを越える歴史のある峠道である。峠の標高は2 4 6 9ル。スイス南西部バレー州のマルティニーとイタリア北西部バレーダオスタ州のアオスタとを結ぶ街道が通っており、行政上はサンレミアンボスとブールサンピエールの境界に位置する。峠越えの街道は 北側から以下の集落を通過する。峠のすぐ下には大きな池がある。峠には歴史あるホスピスの建物が建っており、今日でも登山者向けの宿泊、救護施設として機能している。峠付近の陶器の気温は氷点下30度にもなり、積雪は最大で25メートルを記録する。このため自動車の通行が可能な期間は6月から9月までに限られる。 1964年に中原にグランサン、ベルナールトンネルが開通した。このトンネルは、ゴッタルド道路トンネルなどと並ぶ、アルプス山脈を貫く重要な交通路で、交通量も多い。長さは6,596メートルである。ダビット作、ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト、セントバーナード県セントバーナードのバリー、ベルン自然史博物館、スイスグランサン、 ベルナール峠は、青銅器時代には、人の通った形跡があり、古代からアルプス山脈を越える重要な交通路であった。紀元前218年に、ハンニバルが、戦像を連れてアルプス越えを行った進路には、諸説あるが、この峠もその地点の候補の一つに挙げられる。ローマ帝国の時代には、皇帝アウグストゥスが街道を敷設し、峠にユピテルの神殿が祀られた。 753年にはローマ教皇ステファヌス2世がフランク王国の国王ピッピン3世と面会するために峠を越え800年にはカール大帝がミラノでの戴冠式の帰りに越えている18世紀までの間毎年2万人程度の商人や巡礼者がクランサンベルナール峠を行き交っただが峠付近では山賊の出没や悪天候 なだれなどにより遭難者が数多く出ていた。1050年、アオスタ大聖堂の助祭長、ベルナールド・マントンは、峠に遭難者の救助を目的としたホスピスを建設し、人々に宿泊と食事を提供した。こうした功績により、ベルナールド・マントンは1681年に、教皇インノケンテウス11世によって成人に劣勢られた。グランサン・ベルナール・峠の名は彼に由来する。 遭難者の救助に活躍したのが犬たちである。代々育成されてきた救助犬たちは、損に詰めた食料や着付け薬を遭難者へ送り届けた。こうして少なくとも2500人の遭難者が救助されたと伝えられている。中でも歴史に残るのは、バリーという名の救助犬である。19世紀初めに、生涯で40人もの遭難者を救助したバリーは、死後に体育が、 ベルン自然史博物館に収められて保存している。救助犬として用いられたのは2世紀頃に、ローマ帝国の軍用犬として、アルプス地方に移入された大型犬であるが、後に、この種は、峠での活躍にちなんで、セントバーナードと命名された。グランサン・ベルナール峠に、縁のある、もう一人の有名人が、ナポレオン・ボナパルトである。1800年5月、ナポレオンは、 イタリア遠征のために4万のフランス軍を率いて、峠を越えた。この時、ナポレオンは、付近の村からワイン2万1724本、チーズ1.5トン、肉800キロなどの物資を調達し、峠のホスピスに4万フランの借用証を置いていった。だが、フランス帝国政府が実際に支払った代金は、その一部だけであった。1984年にようやく時の、 フランス共和国大統領、フランソワ・ミッテランが残額を生産した。グランサン、ベルナール峠は、マイケル・ケイン主演の映画、ミニミニ大作戦で、カーチェイスが繰り広げられた場所でもある。2009年のツールド・フランス第16ステージのコースとして43年ぶりに組み入れられた。川口・マーン・エミ、世界一豊かなスイスと、そっくりな国日本講段社。 2016年222ページ。ISBN 978から4から06から272,965から9。グランサンベルナール峠の歴史より、出典ページには、ステファヌス2世が753年10月に超えたと、あるが誤りであろう。ありがとうございます。